いらっしゃいませ。どうも、スクワットのヤジです。今日は一人でやっておりまーす。お願いしまーす。ちょっとね、見てもらったらわかると思うんだけどね、これだいぶね、今髪の毛が伸びてきてるんですよ。僕いつもね、スキンヘッドなんですよ。知ってくれてる方はいると思うんだけど、手入れがね、だるいなーっていうことになって、簡単に手入れする方法を見つけました。こちら、バーン、ドーン、除毛クリーム。ということで、本日の企画は、除毛クリームで頭やったら、スキンヘッドになるのかー。早速、やっていきたいと思います。せーの、シュッ。スクワット。ということで、やっていきたいと思うんですけども、まず、世界で売上金額シェアナンバーワンの、こちら、除毛クリーム。しかもね、ちゃんと選んだのよ。はい、こちらの商品でーす。敏感肌用になってまーす。で、しかも見て、すべすべ肌が長続きって書いてあるのよ。一回剃ったらまた一週間後とかに剃ってるのよ、俺は。で、それをやんなくていい、良くなるよってことでしょ。ありがたいですね。使い方もわかんないからね。まず読んでいきますよ。水に流れにくい成分を含むので、クリームに塗った後が水がかかってもクリーム、が肌に残り除毛効果が続きます。やばくない？下手したらさ、これ二度と生えてこない可能性ある、髪の毛。これ大丈夫かな。5分後付属のスポンジで洗い流すだけで除毛することができます。このスポンジでこうなんかやれば洗い流せますよっていうことらしい。足、腕、脇の下、ビキニラインのみのご使用できます。それ以外は使用しないでください。顔や頭部には使用しないでください。使ったらどうなったの？使ったらどうなのこれ。使用前に肌が乾いてることを確認してください。はい、乾いてます。クリームを塗る。付属のスポンジの色のついた面、まあ、とりあえず塗れってことね。こうやってこれでこう塗ってくださいと。塗るときに髪の毛や、やば、塗るときに髪の毛や手、爪につかないようにご注意ください。ついた場合はすぐぬるま湯で洗い流してください。床やカーペットにつかないようにご注意ください。怖いな。で、最大10分って書いてあるから、10分以内にことを終わらせなきゃいけないってことね。じゃあ早速やっていきましょう。スクワット、開封。お、いい匂い。何の匂いかは分かんないけど、こういうことでいいんだよね、多分こういうことでいいんだと思う。で、覆うように。で、皆さんね、ご使用上の注意ですよ。手や髪の毛には絶対つかないようにしてくださいね。この除毛クリーム使われる際は。やばいやばいやばい、手についた。え、ついたらどうなりますとかさ、書いといてほしいよね。めっちゃ手についてます、ちなみに。でもどうせこれ塗ってる間につくでしょ、また。てかね、頭にやることを想定してないから、多分だけど量が足りてない。後ろ濡れてんのかな、これ。昔さ、僕金髪だったんよ。その時も自分でこうやってブリーチしてたんだけど、やっぱね、後ろの方がね、見えないのよね。じゃあここから5分間待っていきたいと思います。今一応2分経過くらいなんだけど、ちょっとヒリヒリする気すんだよな。ちょっと痛いんだよな、頭が。気のせいかな、考えすぎ。ヒリヒリ言ってんだよな。あー、最悪だよ。どうすんのこの音。やばい、説明書のとこ破っちゃったよ。あー、ヒリヒリする。これ絶対痛いわ。今3分とかなんだけど。これさ、例えばだけどさ、マジでこれ一生毛生えてこなかったらどうする。マジ一か八かよね、これ。頭皮これでやられちゃいましたで、ね、一生毛生えてこなかったらだいぶやばいよね。どうしよう、マジ毛生えてこなかったら。なんでやったんだろう、こんなこと。普通にやだ。まもなく5分なんで、一旦ちょっと撫でてみたいと思いますね。どう？わかんないわかんない。これ映していいのかな。取れてる髪の毛。
うわぁ、やばいでしょ。やばくない？でもこれ早くやんないとな。早く取ってあげないと、これそう長時間やったらダメだから。ほらすごいって。え、どうなってんだろうこの馬の下。痛い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 。ちょっと一回シャワーとかで洗い流してみたいと思います。せーの、シュッ、スクワット。はい、今完全に除毛が終了したのですけども、まだヒリヒリする。完全に落としたし、もうシャンプーもしたんだけどまだヒリヒリすんのよ。まあこれからまあ結果をみんなに見ていただくんだけど、とりあえず閲覧注意ってことにしとこうかな。とりあえずこっからはグロテスクな映像が流れるので閲覧注意でございます。それでは私の頭まで3、2、1。すごくない？これ悲惨な結果。ちょっとこう映ってんのかな、ちゃんと確認できないけど、なんかこう海岸にあるよね、こういうなんか出来損ないの糊みたいなの。こんなんなっちゃうの？やばくない？これ地球儀みたいになってるよ、ほら。でも言ってる部分は完全に言ってんのよ。この辺とかもういつものスキンよりもスキン。ただこれが、まあ、生えてこなかった時が一番怖いよね。ただマジ触ってほしいのが、まあ、この辺はもうあの普通にジャリジャリというか、マジでこの辺ツルツル、マジすごい。カミソリよりもやっぱ優秀だわ。これやばいな。親がこれ見て泣くど。本当に親父なんて何もしなくてもツルッパゲなんだから今。ということで本日の結果は、頭に除毛クリーム塗ったら、すげえ痛えし、すげえまだらになるけど、スキンヘッドにはなれる。そして、後日、髪生えてくるかはわからないです。次回の動画も、また見てね。バイバーイ。スクワッド、スクワッド。チャンネル登録よろしくね。TikTok、インスタもやってるよ。すごい、これさ、後から気づいたんだけどさ、後ろの方がやばかったのね。後ろがやばかったわ。